本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は船瀬俊介さんが書かれた3日食べなきゃ7割治るという本の解説動画より、衝撃の真実、食べない工夫をすれば年を取らないという部分をピックアップしてご紹介していきます。さて皆さんは、食べる量を減らすことによって寿命が伸びる、老化を遅らせることができる、年を取らなくなるという最強のメリットをゲットできるということをご存知でしたでしょうか。つまりね、このことを知っていれば、高価な若返りのサプリメントとか高価な化粧品、美容液などを活用する必要もなく、高価な美容クリニックに通い必死に若作りをする必要もありません。ただ食べる量を減らせばいいんです。さらに食べる量や食べる回数を減らすことが、今すぐ誰にでもできる老化を止める最強の方法であり、食べる量や食べる回数を減らすことで長寿遺伝子のスイッチがオンになり、ありとあらゆる病気を遠ざけ、私たちを健康にしてくれるということも分かっています。これは様々な動物実験、そして人を対象に行われた研究によって明らかになっています。そしてたとえ何歳からでも小食にすれば小食の効果を得ることができるというのも、今回の動画で詳しく解説しております。ただ毎日の食事の量を少し減らす、この習慣をコツコツ続けることによって、あなたの脳や体は徐々によみがえり、元気を取り戻していくんです。これはとても重要な知識だと思いますので、ぜひ動画を最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは切り抜き動画スタートです。さて本書にはね、食べる量を減らしなさいと、カロリーを減らしなさいと、空腹こそが私たちに最高の健康効果をもたらしてくれるんだということが非常に強調して書かれております。私たちはね、今飽食の時代にあり、どこに行っても食べ物がゲットできるような時代です。そんな時代で多くの人が食べ過ぎているから、もう少し食べる量を減らしませんかということを提案している本になります。このようにね、食べる量を減らせば健康になると聞いて、皆さんはどう感じましたか？私たちは小さい頃からね、1日3食きっちり食べなさい、しっかり食べなさいと言われながら育ちました。あるいは病院に行った時に栄養をたくさん取るほど健康になります。そして特に病気の時こそしっかりと栄養のあるものを食べなくてはいけないと言われたことがある人も多いでしょう。世間ではよくこのようなことが言われておりますから、食べる量を減らした方が健康になれるんですという主張をね、初めて聞いた方は、そんなわけないでしょと思うかもしれません。しかしね、別にこの本に限らず、最近は小食で健康になるという本がめちゃくちゃたくさんあります。皆さんもね、ちょっと本屋に行って健康本のコーナーを除けば、そういった種類の本をたくさん見つけることができるでしょう。また食べる量を減らしたり、カロリーを制限することによって長生きできるとか、病気が治るといった論文もかなりたくさん発表されております。私もね、様々な本や論文を読む中で、現代人は食べ過ぎているから、もう少し食べる量を減らした方が良いなと感じており、今よりも食べる量を減らす、小食にするという健康法には賛成です。では食べる量を減らせば具体的にどんないいことがあるのでしょうか。まずは食べる量を減らすことによって寿命が伸びる、老化を遅らせることができる、年を取らなくなるという最強のメリットから分かりやすく解説していきましょうか。ではね、これから小食にすれば寿命が伸び、年を取らなくなるということを示すいくつかの実験や論文を分かりやすく紹介していきます。最初はね、マウスとか猿の実験を紹介しますが、なんだよと、マウスや猿かよと、マウスや猿の結果が人間にそのまま当てはまるわけではないでしょと思う人もいるかと思います。ですがね、ちゃんとマウスとか猿の実験を紹介した後に、人間に対して行われた実験も紹介していきますので、ぜひ時系列順にお話を聞いていただければと思います。さて時は80年前に遡ります。昔は栄養を摂取すればするほど私たちは健康になれると誰もが疑
わなかったんですが、その信念に一石を投じる衝撃の実験データが発表されたんです。それは米コーネル大学のマッケイ教授による論文です。その結論は、カロリーを6割に制限したネズミはなんと2倍生きたという衝撃のものでした。逆に言えば、食べたいだけ食べた飽食のネズミは命を半分に縮めたということでもあります。では具体的にどんな実験が行われたのかを少し説明すると、まずマッケイ教授は実験用マウスを2つのグループに分類し、一方のグループはカロリーを 60% に減らし、もう一方のグループには食べたいだけ食べさせました。その結果、カロリーを 60% に制限したマウスの平均寿命が食べたいだけ食べたマウスに比べて約2倍に伸びたと結論付けられているんです。つまり分かりやすく言うと、カロリーを半分にしたら寿命が約2倍になったということ。この研究は世界中に衝撃を与えました。なぜなら当時はフォイト栄養学という、栄養は多いほど体に良いという理論が栄養学の常識となっていたからです。その常識がこの論文によって真っ向から否定されてしまったというわけなんです。ですがね、この80年以上も前のこの実験はあまり話題になりませんでした。なぜならば、この実験から人類はカロリーを半減するだけで寿命が2倍近く伸びる可能性がある、そしてカロリー制限で病気は激減し寿命が倍増するということが示唆され、これが医療マフィアにとっては都合の悪いデータだったからであります。病人が減っちゃうと利益が減ってしまうということを意味するからであります。学問が巨大利権により封殺隠蔽されることは現代でも日常茶飯事の話なんです。ところが研究者たちの探求心はこのような闇の圧力に屈したわけではありません。特にアンチエイジングの学者はこの研究を見てね、おいおいマジかよと、ということはカロリー制限が寿命を伸ばしたりアンチエイジングにつながるんじゃないの、ということでマウスだけじゃなくて様々な動物実験を行ったんです。すでに世界で数十例ものカロリー制限実験が実施され、驚くべきことが次々に判明しております。カロリー制限による寿命の延長効果は微生物、酵母やゾウリムシなどの原生動物から線虫やさらにはミジンコなどの甲殻類、昆虫、さらにはマウス、猿などの哺乳類にまで共通して観察されたんです。例えば霊長類の猿の実験でもカロリーを 70% に制限した猿は2倍生きたということが分かっています。ある有名な研究では60頭の猿をね、30頭ずつ A 群と B 群に分けたんです。そして A 群はカロリーを 70% に制限し、 B 群の猿には食べたいだけ腹いっぱい食べさせました。そしてこの状態でなんと15年間も観察を続けたんです。その結果、カロリーを 70% に制限した A 群の死亡率は好きなだけ食べた B 群の2分の1だったということが分かりました。つまりですよ、カロリーを 70% に制限した腹7分目の猿は2倍生きたということであります。そして腹7分目の猿は単に長生きしただけではなくて、男性ホルモン DHEAS が減らないという特徴がありました。この DHEAS という男性ホルモンは副腎皮質で生成され、別名若返りホルモンとも言われています。このホルモンは年を取るにつれて減っていくのが普通なんですが、この草食猿たちは減らないということが分かったんです。このホルモンは若返りとともに免疫力も増強してくれる作用がありますから、つまり腹7分目の草食というのはアンチエイジング効果をもたらしてくれたり、免疫力が強くなるということがこの実験で立証されたわけなんです。またね、猿を使ったアンチエイジングの実験として最も大規模なウィスコンシン大学の研究もあります。実験開始から20年後、カロリーを 70% に制限した腹7分目の猿は8割が生きていたのに対し、カロリーを制限しなかった猿は半分が死んでいました。つまりですよ、カロリーを 70% に制限した猿たちの生存率は腹いっぱい食べた猿たちに比べて 1.6 倍だったということです。
そして研究者はね、カロリー制限をした27歳の猿とカロリー制限をしなかった28歳の猿というこの2頭の猿を比較したんです。猿でいう27歳とか28歳というのは人間でいうと80歳近くに相当します。つまり長年カロリー制限をしてきた猿と腹いっぱい食べてきた猿がおじいちゃんになった時にどんな違いがあるんだよということを研究者は比べ、そして次のように述べております。2頭の猿は同じ年齢とは思えない、見た目もそうだ、さらに運動能力など多くの面で肉体年齢に5歳から8歳ほどの開きがあると思える。さていかがでしょうか。実際にね、ネットで猿カロリー制限比較などと検索してもらえると実際にこの2頭の猿の写真を見ることができます。私もね、実際に見てみたんですが、本当に笑っちゃうほどね、違いすぎて、なんでこんなことが起こるんだよといったレベルの違いでした。皆さんもぜひ一度見てみてください。さてこの研究を行ったウィンドラック教授は、低カロリー食が寿命を伸ばし年を取った時の生活の質も向上させると結論付けております。またね、特に研究チームが注目したのが癌と心臓病の発生率です。腹7分目の猿は食べ放題の猿に比べて癌と心疾患の発生率が半分未満に減少していたということが分かったんです。さらに腹7分目は糖尿病の予防にも劇的な効果を上げたということも分かりました。この結果を受けてウィンドラック教授は、カロリー制限は糖尿病の完全な予防になっていると断言しております。逆に言うと、食べ放題の猿たちはカロリー制限をした猿たちの2倍以上もね、癌や心臓病で命を落とし、糖尿病で苦悩し、認知症や脳萎縮で老化していったということであります。さていかがでしょうか。ここまでの内容を聞くと、確かに少食にしたりカロリーを制限することによって寿命が伸びたり死亡率が下がったり、さまざまな病気が予防できたりしそうですよね。とはいえ、これは猿やネズミの実験でしょうかと、猿やネズミの結果がそのまま人間に当てはまるわけではないでしょという鋭い指摘をする人もいるでしょう。しかし実は人に対してもカロリー制限による実験がすでに行われており、猿やネズミと同じ効果が確認されております。なんと男女8人を完全に外界から遮断した人工空間で生活させたという実験があるんです。この8人はなんとドーム状の密閉空間の中で2年間も生活を送ったんです。この計画は将来の宇宙旅行などを想定したもので、密閉した空間での人の生理的心理的な影響を観察したものになります。そして実験に参加した8人の摂取カロリーはカロリーを 25% 削減した1800キロカロリーに設定されておりました。つまりこの8人はね、腹 7.5 分目の生活を2年間送ったということであります。さてその結果はどうでしょうか。その結果、彼らの平均体重は 18% 減少、さらに血液中リン脂質量が減少、血中コレステロール値が低下、インスリン値が低下、血糖値が低下などといったことが観察されました。つまり体の脂肪分や血糖分が低下してスリムで引き締まった健康体になったというわけであります。この8人の人体実験はカロリー制限が私たちの体に与える影響について貴重なデータを提供してくれております。つまり腹 7.5 分目でも人体は理想的な健康状態に近づいていくんです。さていかがでしょうか。この実験からもカロリー制限や少食というのは私たちに非常に良い影響を与えてくれるということが推測されます。ですがこの実験を聞いて、いやいや、たったの8人でたった2年間ですかと、もっと大人数で長期的な実験はないんですかと思う人いるでしょう。ですがね、一
人で何十年にもわたってカロリー制限を行って老化や寿命に対する影響を調べるなんていう実験はね、ちょっと現実的ではないでしょう。ラットの研究でよく行われる若年期から生涯にわたるカロリー制限を人で行おうとすると、小中学校時代から何十年にもわたってカロリー制限を続けなくてはいけませんから、そういった実験は不可能なんです。ですがハーバード大学医学大学院で遺伝学の教授を務め、長寿研究の第一人者であるデビッド・ A ・シンクレア氏が書かれたライフスパン老いなき世界という本に、もう一つ人間を対象に行われたデータが載っていたので、ちょっと引用しましょうか。2017年のジャーナル・オブ・ジェロントロジー誌に掲載された論文によると、デューク大学の研究チームが145人の成人を対象に、一般に推奨されるカロリー摂取量より 25% 少ない食生活を続けてもらおうとした。だが人間はマウスのようなわけにはいかず、実際に達成されたカロリー制限は2年間で平均 12% ほどにとどまった。ところがそれでも十分な成果が得られた。被験者の健康状態は著しく改善したのである。また血液のバイオマーカー括弧生体指標からは生物学的な老化のペースが落ちていることも確認された。さていかがでしょうか。この実験からもやはりカロリー制限は人間に対しても有効なのだということが推測されるかと思います。ちなみにね、ライフスパンの著者デビッド・ A ・シンクレア氏はライフスパンの中で間違いなく確実に老化を止める方法があると語っています。それはズバリ食べる量を減らせという方法。食べる量や食べる回数を減らすことが今すぐ誰にでもできる確実に老化を止める方法であり、食べる量や食べる回数を減らすことで長寿遺伝子のスイッチがオンになるんだと。そして食べる量や食べる回数を減らすことは老化を止めてくれるだけにとどまらず、ありとあらゆる病気を遠ざけ私たちを健康にしてくれるんだと語っております。さてこのようにカロリー制限が老化を防止してくれたり若返りに役立つ秘策であることはほぼ間違いないでしょう。皆さんは老化マーカーという指標があることを知っていますか。それは例えばシミ、シワ、たるみ、白髪など加齢変化を示すもので約300項目あります。ところが米国立老化研究所の報告によれば、カロリー制限を行うだけでその 80% から 90% が改善されるということが証明されているそうです。さてこのように言うと、でも私はもう年だからと今さら少食を実行したところであんまり意味はないかなとか、もう私60代70代80代なんですと、だから今さら少食にしたってもう若返らないでしょと残念がっている人もいるかもしれません。しかし年を取ってから少食を実行しても若返ることができるというのが分かっていますから、ぜひもう年だからといって諦めずに実行してほしいと思います。老化タンパク質というものを皆さんは知っているでしょうか。これは年を取るにつれて体内に徐々に増えていくため、どれぐらいあなたが老化をしているのかを示す指標となるものです。そこで年寄りのラットを小食にして観察を続けました。するとこの老化タンパク質の割合が若いラットと同じレベルにまで減ったんです。つまりね、年を取ってから腹6分目とかファスティングなどのカロリー制限を行えば若返りは可能であるということがここからわかるでしょう。小食を実行するのは何歳からでも遅くないんです。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、食べる量を減らすことによって寿命が延びる、老化を遅らせることができる、年を取らなくなるという最強のメリットが得られる。例えばカロリーを 60% に制限したマウスの平均寿命が約2倍に伸び、カロリーを 70% に制限した猿は2倍生きた。またカロリーを 70% に制限した猿たちの生存率は腹いっぱい食べた猿たちに比べて 1.6 倍だった。ポイント2、
また人を対象にした実験でもカロリーを 25% 削減した生活を2年送ると体の脂肪分や血糖分が低下してスリムで引き締まった健康体になり、腹 7.5 分目でも人体は理想的な健康状態に近づいていくということが分かった。また2年間で平均 12% のカロリー制限を行うだけで被験者の健康状態は著しく改善し、血液のバイオマーカーからは生物学的な老化のペースが落ちていることも確認された。ポイント3、食べる量や食べる回数を減らすことが今すぐ誰にでもできる老化を止める最強の方法であり、食べる量や食べる回数を減らすことで長寿遺伝子のスイッチがオンになる。また老化を止めてくれるだけにとどまらず、ありとあらゆる病気を遠ざけ私たちを健康にしてくれる。そして何歳からでも少食にすれば少食の効果をゲットすることができる。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。